サルミゼゲトゥサ内の要塞に設置された神殿跡地、サルミゼゲトゥサ一石のマップサルミゼゲトゥサは古代ダキア人による軍事、宗教、政治上の最も重要な古代都市である。1200メートルの高地に建設され、強硬なオラシチエ山脈の立地を生かした6カ所の要塞群の一つでもあり、戦術的な防衛システムが設置されていた。サルミゼゲトゥサ、サルミゼゲトゥザ、 ザルミゼゲトウサ、ゼルミゼゲトウ,ウセで、サルミゼゲトウサは陥落して、ダキアセンドが、ローマ帝国の属州となった。サルミゼゲトウサには、キュートから約40キロ離れた場所に新たに植民し、コロニアウルピアトライアナウグスタダキカサルミゼゲトウサが、建設され、ローマ軍団が駐屯した。サルミゼゲトウサを含む6つの要塞軍は、オラシチエ山脈のダキア人の要塞軍として、 国際連合教育科学文化機関によって1999年に文化遺産として世界遺産へ登録された。ありがとうございます。